そいな。すいません。お待たせしましたあーあー。どうもどうもどうも。すいません。どうもどうもどうも。この度はよろしくお願いします。よろしくお願いします。あのー、新発売される。あのー、自動販売機について、いろいろお話を聞いていただきたいなと思いまして。わかりました。すいません。あのー、今回の自動販売機なんですけども。まあ、本来自動販売機というのはどういうものですか。うん、えー、そうですね。まあ、どこにでもあるような、まあ、すぐに。飲み物が買える。機械 それが、まあ普通の考えなんですけども今回新しく開発したあの、自動販売機というのがですねサイズがこれぐらいなんですよえちっちゃいそうなんですこのジュース1本ぐらいしか入らないでしょしかしこの自動販売機こうなってるんですあ奥にこそこれは見たことない自動販売機そうなんです つまり、押せばグッと前に出てくるスタイルなんですよあじゃあ幅を取らないってことですかそういうことなんですまあ<ー>もちろん奥行きは取りますよ確かにねしかしこれがこういうふうな形にもできるわけなんですよ限りなく小さな自動販売機未来の自動販売機ですね我が社が考えた最新の 自度販売です。あ、そうですか。それなら全員犯してもらいたいですね。あのすいません。すいません。すいません。はい。一ついいですか。はい。あのそのちょいちょいってやってるやつ何なんですか。え？それ何なんですか。あそれ、はい。こっちが聞きたいですよ。それ。え？何ですかそれ。 それ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 れあれやってるやってるやってるいつからやろ商談が始まったんが半年ぐらい前からやから半年ぐらい前にあんたからもうたんちゃいます僕でももしかして僕この人と電話がんかったら自分がこれしてるっていうことを気づいてなかったかも同級生とかに聞いてみよう 俺、ってやってるって電話じゃ伝わらへんから会って話そうジャルジャルタワー